皆さんこんにちは。アルバニア政府公認ガイドの川村悦子です。今日はジロカシタに来てます。グルーワの2分間でアルバニア紹介コーナー。ジロカシタルはアルバニアの有名な観光地です。町の標高は約300メートル、山の斜面に広がっています。ジロカシタルの名前が初めて歴史に登場するのは14世紀。当時は東ローマ帝国領でした。15世紀になるとオスマントルコに占領され、オスマン帝国の交通の要所として栄えました。旧市街の高台には中世紀の城塞が残り、石の町と呼ばれるジロカシタルのパノラマが楽しめる観光スポットの一つになっています。ジロカシタルはこのオールドバザールで有名です。このオールドバザールは17世紀に作られたというふうに言われています。17世紀、オスマン帝国の旅行家チェルビによると、ジロカシタルには2000軒の住居、8つのモスク、3つの教会、280の商店、5つの泉に5つの宿があったそうです。オールドバザールは今も17世紀通りの姿を保存しています。クレと呼ばれる2階部分が張り出したタワーハウスはこの町の典型的な建築スタイルです。ジロカシタルはこの地域の手工業と農業の中心地でした。カーペットから銀細工、木彫りや石彫りなど多くの職人がいたそうです。そぞろ歩きも楽しいです。ここではアルバニア中の民芸品やお土産ほとんどが手に入ります。木彫りや石彫りなど伝統工芸を代々引き継いでいる職人さんたちもいました。農業も盛んなジロカシタル。そろそろお腹も空いてきたので、ジロカシタルならではの名物料理にトライします。チフチ、トラディショナル、チフチ、チフチ。ジロカシタルの名物チフチはハーブとチーズを入れたお米を油で揚げたものです。チフチ用のフライパンがあるほどジロカシタルではポピュラーな伝統料理です。ジロカシタルは2005年、ユネスコの世界遺産として認定されています。お城、バザール、食べ物、見る、買う、味わうと3拍子揃ったアルバニアおすすめの観光地です。